9 0 2 0系9 0 2 0型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したテンダー式蒸気機関車である。日本に、初めて輸入されたテンダー式のマレー式機関車である。輸入当初は、4600型と称した。本形式は、東海道本線の神津沼津間や東北本線の黒磯白川間といった幹線の、勾配区間における、 輸送力不足を打開するため、1911年に6両が試験的に輸入されたものである。製造は、アメリカのアメリカンロコモティブシャスケネクタ D 工場で、機関車本体のみが輸入され、炭水車は国内工場で製造された。車軸配置0から4から4から0の中型機で、後に輸入される9750型などが、加熱式であったのに対し、飽和式で製造され、 第二感動上の蒸気ドームから後部シリンダに伸びる蒸気管が特徴的である。国産の淡水車は三軸固定式の台車を履いていたが全長 5080mm という機関車本体の割に寸詰まりで背の高いものであった。形式番号は本来タンク機関車に当てられるべき4600系であったがマレー式機関車をタンク式。 テンダー式を問わず4500から4999の間に不満する計画であったからとも、機関車本体のみの輸入であったことから錯誤があったためとも言われるが、真相は明らかでない。マレー式のような構造が複雑で高価なものは、当時の鉄道院工作家、長島康二郎は反対の立場であり、彼の海外出張中に購入を決定したと言われている。来着後、 本形式は、試運転に供されたが、全部台車の打行動が激しく走行の安定性を、欠き、同輪の摩耗も大きかったため、1912年に、浜松工場で先輪を一軸追加する改造を行って、車軸配置2から4から4から0型となり、同時に9020型に、形式番号を改めた。これに先立って、マレー式機関車に、 形式番号を譲るため9000型が9040型に改められたが、本型には9020型が付与され、結局9000系の解消は無意味ということになってしまった。配属は1913年3月にずれ込み、中部鉄道管理局の三北湖に配置された。しかし、本形式はこの時点ですでに旧式の飽和式機関車であり、さらに小型であったことから、 9750系統の加熱式用型マレー機関車の教習用、あるいは補助機関車用として使用された。後に黒磯に転属し、東北本線で使用されたが、1925年6月に全車が廃車解体された。実動わずか12年という短命であった。先は追加改造後の所言を示す。ありがとうございます。